今回紹介するアウトドアギアはモンベルのエアマット。山の道具はやっぱりいいなというお話をします。前回のあらすじ。前回ハイカー高倉は大きいエアマットのレビューをいたしました。こんな感じで足で踏んで空気が入って寝転がるという感じで、まあ、ボラギノールの CM みたいになってるわけなんですけれども、いろいろとこう使っていく中でやはり自分にとっては必要十分過不足のない道具、そして撤収が楽な道具っていうのがやっぱりいいなと体感したわけでございます。諦めるシーンなんかもございまして、そして今回紹介するのが必要十分過不足のないエアマット、そしてサーマレストについてもやはり言及させていただきたいと思います。どうぞお楽しみください。必要十分過不足ない。でかいなこれ。おはようございます。アウトドアギア終身系ロングトレイルハイカーの高倉です。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。健康第一で楽しく暮らせておられますでしょうか。私は引き続き元気に楽しく生かしていただいております。アウトドアギアで相変わらず寝ているわけなんですけれども、前回お話しさせていただきましたこちらのマットですね、大きくて体圧分散で寝心地いいはいいんですけれども、やっぱりですね、自分の物選びの基準として必要十分過不足ないものの方が良いなーっていうのがあります。そういったことを痛感いたしました。結構重たいんですよね。 1400g、 1.4 キロって重量でちょっと大きい、まあ、自分の使い方としてはキャンプですとかフェスですとかそういうタイミングで使えていければいいかなとは思うんですけれども、やはりですね撤収が大変でした。前回の動画でもお話をさせていただいたんですけれども、撤収が大変、要は物が大きいと大変なんですよね。物が大きいと大変で行動のスピードが遅れる。行動のスピードが遅れるっていうことは、時間を別のことに使いたいのに、撤収に時間を奪われてしまうっていう。で、結局そういった道具ってあんまり使わなくなるかな、みたいなところがありまして、こういうのはやっぱりバーニングマンですとか、しばらくいるような定点滞在型のキャンプとかそういうのに向くかなと思いますね。自分はまだまだこう長期移動型、自分はアウトドアを4分類しているんですよ。長期型、短期型、そして、定点型、移動型。自分は長期移動型の遊びが多いので、やはりですね、こういったものがいいかなと思います。山の道具紹介いたします。今回紹介いたしますのはこちら。モンベルのエアマットを紹介いたします。今回紹介するアウトドアの道具はモンベルの UL コンフォートシステムエアパッドというものになります。長さ180センチ、幅50、厚さ7センチというものを使っております。ボックス構造っていう構造になっておりまして、保温力が高いものになっています。重量は 504g、 スタッフバッグを入れると 514g になります。30デニールのポリエステルリップストップが採用されておりまして、やはり40デニールのナイロンが広い面積で使われているものよりもやはり軽いですよね。もともとサイズもちっちゃいんですけれども、そんなことをいろいろとお話ししてまいります。はい、では今回紹介するのはこちらのエアマットですね。じゃあちょっと実際先に膨らましてみましょうか。行動が早いっていうのはどういうことかと申しますと、やっぱり空気入れるのが早い、で撤収するのも早い。で、前回の動画ご覧いただいた方はありがとうございます、見ていただいたと思うんですけども、足踏み式でやってましたよね。モンベルのものはこういうスタッフバッグ、ポンプバッグっていうのがあるんですけど、ここに口がございまして、これとエアマットのここの部分をくっつけると空気を入れられるようになります。で、ここには弁が入っていて、一度入った空気は戻ってこないようになってるんですよね。で、空気抜くときはこれを差し込んで置いておくと空気が抜けていくっていうものになります。空気抜くのは最後にやってみますね。実際に早送りなしで空気入れてみたいと思います。昨日のあれから比べると
これにはこれの良さがあるんですけど、やっぱり行動が早い方がいいなっていう。もうこれ上手にやったらもっと早く入ると思うんですけどね。こういう風に入るわけです。エアマットのいいところはフォームパッドとかよりも小さく収納することができるっていうところになりますね。空気を利用するっていうのも、バキ的に言うとガイアみたいな感じでいいじゃないですか。ずいぶん楽に見えませんでしょうか。1回ぐらいか。まあ、コリン・フレッチャー曰くあんまりパンパンに入れすぎないのが寝心地いいよってことなんですけども、テンションに関してはお好みで試してみてください。自分が使っているのは180センチの長さのものです。でこちらのものっていうのは30デニールのリップストップのポリエステルで作られているものになりますね。重量は504グラム。もともとスタッフバッグが付いているんですけれども、それを入れると514グラムのものになります。じゃあ実際に寝てみます。出た。必要十分過不足ない。必要十分過不足ないですよ。感じとしてはこんな感じですよ。音はやっぱりギシギシ言いますけどね、これぐらいの感じです。なので昨日のものと比べると、まあちょうど半分ぐらいかなっていうものになります。でこっちは40デニールで、こっちは30デニールっていうところで、やはり生地一つとっても山のものの方が軽いっていうものになってます。耐久性が低いということはなくて、過不足なく使えていくっていうものになります。この音はやっぱり、しますね。まあ、自然界の中におったらそこまで気にならないかもしれないですけども、本当に静かな環境だったらギシギシ音はすると思います。いいな、なんか、やっぱり。全然寝れますよね。大きいものと比べると、寝返り打つと、落ちますよね。わかります？いきますよ。寝返り打つと、落ちちゃいますから。こんなものです。はい、こんなものになっております。やっぱり山の道具って美しいな。まあ、昨日のこれも結構美しいとは思うんですけれども、なんとなく、こう、洗練された、研ぎ澄まされた感じっていうのを感じます。わかりますかね？研ぎ澄まされた感じ。ちょっと抽象的ですが。で、こういったところにこう穴が開いているんですが、こういうトグル、こういうのをトグルパーツと呼んだりします。覚えておきましょう。こういったトグルを使って接続していくことができます。別の、もう一個同じようなものがあった時に横につなげて、ここのトグルとこっちをつなげることができる。自分はあいにく一つしか持っていないので、今それをちょっと見せることができないのが残念なんですけれども、そういったトグルで接続できるという機能が一つあります。特許を取得している技術になります。で、もう一つここに、バックルと細いベルト。まあ、このベルトの幅とか、このバックルの軽量性とかも、実は結構すごかったりするんですけど、これは収納した時にピタッと閉じるためのものでもありますし、寝袋ですとかのスタッフバッグに衣類を入れて枕にして、こういうふうに固定することができる、そんなものでもあります。ちょっとやってみましょう。このピローストラップシステムだったかな、これをちょっとやってみせたいと思います。 C2 サミットのエア枕ですね。高倉や YouTube チャンネル登録よろしくお願いします。もしこれ吹っ飛ばされた時とか、これ使ってる人結構多いんで、識別のために名前を書いていたりします。皮脂が直接つくとあれなんで、ちょっと手拭いをかませたりしながらですね。よいしょ。で、こう枕がどっか行かないように固定することができる。あ、ちょっとヘアマットは
あ、いけるわいけるわ。こういう、こういう感じやん。こういう感じ。これで寝ると、あ、いい、良き、良きでございます。まあ、こんなストラップを使って枕を固定することもできる。そうなると足元がちょっと余るので、これって180センチのものなんですけれども、150ですとか120ですとか90ですとか、もうちょっと短いサイズでより短くコンパクトに小さく、そして軽く荷物を作ることができる、そんなものにもなっています。自分はこれは冬山のマット、サーマーレストと足して使うこともあるので、180センチを使ってるんですけれども、短いタイプで十分眠れるっていうタイプの人は短いものもいいかもしれません。長さは後でいろいろ足せますからね。バックパックを置いたりですとか、ウェアを敷いたりですとか、そんな感じで工夫してやれるものになります。次回の動画では俺のって言うとあれか、僕の山のシューシングチェアリングのアルティメットスタイル、シューシング、僕が山で寝てる時に使っているマットと寝袋と枕を全て紹介したいと思います。それではこちらのマット、空気抜いて収納してみましょう。はい、それでは収納してみたいと思います。空気を抜いてね。こちらのエアマットの空気を抜くときは、ここのバルブをまず開けます。開けただけではここに弁がついているので空気は出てきません。ここに角みたいなのがあるんですけど、この角を刺してあげると弁がへこってなって、そこから空気抜けてくれるっていう感じでございます。空気抜いていきます。小さいと取り扱いしやすいっていうところですね。昨日この大型のものやった時はやっぱり大きかったんで、そんだけ面積必要で結構苦労したりしました。まあでもやっぱりエアマット、昨日の説明と重複しますけど、この空気を出したり入れたりするっていう時間はちょっともったいない感じしてきますよね。で、空気をしっかりとこう抜いていきます。ちょっとアップしてみようか。こういう感じで差し込むんですよね。お分かりいただけるでしょうか。だいぶ空気が抜けました。ぺっちゃんこになってきましたね。で、空気穴がない方から折りたたんで、だいたいこういうのは折り目がついていますので、これに従うような感じがいいと思います。こういう感じね。で、こっちもパタンでいく。まあ、この作業を山の上でやることが皆さんにとってどうかということですね。自分はこんなこともあって、積極的にエアマットを使うことは実はあんまりないんですよね。結構めんどくさがりでスピード重視だったりするので、サーマレストのリッチレストですとか、そういったものを好んで使っていたりします。寝袋やマットをテーマにした動画も複数ございますので、お時間許しましたらぜひご覧ください。いろいろとお役に立てるかと思います。よし、これで小さくなりました。ほい、こんな感じですね。で、さっき枕を固定したこちらのバックルと紐を結んでこうやってやってあげる。こんな感じですね。はい。で、もともと付属品でスタッフバッグが付いてるんですけれども、自分はちょっと、まあ、これアウトドアあるあるなんですけれども、スタッフバッグ増えすぎるっていうところで、しかも自分はあんまり使わなかったりするんで、これを買った時にもうスタッフバッグ捨てちゃってたんですよね。なんでもうこのままバックパックに入れるっていう感じになります。まあ、これをまた丁寧にスタッフバッグに入れてもいいとは思います。まあ、それはお好みで、こんなものになります。重量が 504g、 スタッフバッグ入れると 514g、 繊維としては30デニールのリップストップのポリエステル
あっちは40デニールのナイロンになってますね。まあ、自分にとって必要十分過不足なくて比較的スピーディーなのはこっちかなと思います。空気の抜け感もこっちの方がいいですね。あっちは足踏みポンプのところが最終的にかさばってくるので、前回の動画でも申し上げた通り途中で諦めることになってしまいました。どうしてもスタッフバッグに入らない。一周の楽さって結構ポイントなんですよね。アウトドアというかキャンプというか、はい、諦めます。これがモンベルのエアパッド、そしてポンプバッグでございます。この口っていうのは各メーカーによって違うっていうところがあって、どうせなら統一してくれた方がユーザーにとってはいいのになと思いつつも、まあまあいろいろありますからエアパッド、空気を入れるタイプのものっていうのはポンプバッグを使った方がいいですね。あの呼気の中に含まれる水蒸気っていうのが内側に入って抜けきらないと結構悪さしたりするんですよ。いわゆる加水分解っていうやつですね。ベタベタになって製品的な寿命を短くしたりすることにもつながってしまいますので、ぜひこちらのパッドを使うときはポンプバッグ一緒に使ってまいりましょう。 Twitter や Instagram でもアウトドアの情報をお届けしております。もしよければぜひフォローよろしくお願いいたします。一緒に最高のアウトドアライフを生きていきませんか。といった形で今回はモンベルのエアパッドとこちらのポンプバッグについて紹介をさせていただきました。こちらのプロダクトにも良さっていうのはあるんですよ。でやっぱりですね、キャンプ、外で寝ることっていうのを目的とするか手段とするかで大きな違いが出てくると思います。目的にする場合はラグジュアリーなものの方が寝心地いいでしょうし、手段にする場合はやはり背負って歩いている時間の方が長かったりしますので、より小さくより軽く、そして行動が速くなるものの方が良いかなと考えていたりします。皆さんはどうでしょうか。アウトドアですとかキャンプっていうのを目的として行うことが多いでしょうか。手段として行うことが多いでしょうか。自分はどっちもやってます。どっちもやれる方がやっぱり人生の彩りというか、はい、もう無敵になれるかなみたいな。とにかくアウトドアが好きでアウトドアが楽しいと考えております。今後もこういったアウトドアの道具紹介っていうのはやってまいりますので、皆さんにとって物選びのお役に立ちましたら幸いです。また自分なりに経験してきたところで考えるところ、思うこと、そしてこんなものに到達してますっていうこともどんどんこうシェアしていきたいなと思っております。皆さんが到達しているこれおすすめっていう道具とか、山の就寝具、この寝袋いいよ、この枕いいよ、このマットいいよ、エアマットはな、フォームパッドはな、いろんな意見があると思います。ぜひコメント欄でコメントいただきまして、そんな交流ができましたら幸いです。とにかくアウトドアトークが楽しい。ちょっと暗いなこっち珍しくこっち面でやってみたんですけどねまあそんな感じでございます。次回は山の就寝具という題名で、この辺も含めて全部紹介してみたいと思います。寝袋とマットと枕とシートサミット、これいいですよ結構。ダーウィン、Hey guys、ダーウィンさんも確かこれいいよって言ってたんですけど皆さん見てます？ダーウィンオンザトレイル、おすすめです。それでは今日はこんなところで、こちらの動画がお役に立ちましたら幸いです。また少しでもアウトドアな雰囲気というか、アウトドアの風を感じていただけましたら幸いです。皆さん健康第一で楽しく暮らしてまいりましょう。バイ。最後までご覧いただきましてありがとうございます。高倉屋はアウトドアのチャンネルです。アウトドアショップ店員時代に得た知識、メーカー本社で学んだアウトドアの歴史と素晴らしさ、シーズンガイドを通して習得した技術、世界の山旅を経て目の当たりにした尖ったハイカーたちの知恵や工夫などなど織り交ぜながら、山と旅に関する情報を動画にしています。アウトドアはマジで最高の旅の手段になりますから、ぜひチャンネル登録して最強で最高な旅人と共に目指しましょう。